里崎チャンネル、今日は、はい、阪神ソフトバンク、イエイ、黄色いチームが来ましたね、はい、じゃあ阪神からいきましょうか。はい、阪神ね、うん、奥川投手ね、くじ引き外しましたけど、そうですね、その後ね、はい、西投手、投手あふれるね、うん、見てて投げっぷりいいですよね。はい、今年のね、はい、タイガースのドラフト、うん、メッセージ受け取りました。受け取りました。伝わってきましたか。はい、まず、高校出身の高卒のピッチャーを取って。西くんでしょ、はい、で、2位が高卒の井上くんね。履正社のね。来ましたね。これ言ってましたよ。はい、佐藤さん右のね。言ってました。阪神なんて言ってました、井上くんに行きますかって言ってました。はい、阪神で。言ってたでしょ、言ってました。キャッチャーも欲しいし、はい、今野手もどこでも欲しいって言ってました。ピッチャーはね、今年のチーム防御率セリーグ1位ですし、はい、でもね、その中でメッセージ受け取ったのは、うん、チームはなんとか底上げです、うん。未来に向かって強くしようっていうね、はい、もっともっとっていうのが、だからほぼ、高卒、ドラフト6位の小川選手だけが大卒なんですよ。うわほぼ高卒だ。全部高卒で来てるんですよ。はい、で、その中でピッチャー3人取って、はい、キャッチャー1人、内野手1人、外野手1人なんですけど、うん、基本的に、もうチームを全体的に底上げで、うん、来年このドラフトの選手で、まあ、もちろん出てきてくれればいいですね。はい、いいですけど、出てきてくれなくても、今のチームの中の選手たちで、来年十分に戦えると。はい、ね、ピッチャーも防御率1位やと。うん、で、まあ、今年不調だった選手が多分戻ってくるだろうと。はい、で、野手も、近本選手が頑張って、はい、で、梅野選手もキャッチャーして頑張って、で、糸原選手とか、他の選手も出てきてる、大山選手も終盤良かったっていう、はい、外国人もあってっていう、こうチームの中で、まあ、いけるだろうと。うん、っていうところで、未来に向けてのバックアップっていう。おお、もう日本ハムとは正反対ですね。正反対ですね。だから、まあ、今年3位に入って、はい、まあ、チームの矢野監督になってチームの成長も感じて、はい、いきなり、まあ、6位から3位。うん、で、それで、チームとしても未来に向かって矢野監督に託そうと。はい、うん、ってなると、やっぱり未来への投資も必要なんで、うん、そこで高卒の選手を多めに取って、うん、タイガースを押し上げるっていう。じゃあ、もしかしたら、来年、うん、この、今回のドラフトの選手は、もしかしたら誰一人と一軍でまだ出てこない可能性もありますけど。あるけど、そういうのは別に、うん、必要としてない、困ってないですよっていうメッセージですね。育てていこうっていうところなんですね。出てくれば出てくればでいいけど、はい、出てこなくても今の人選で押し上げて、底辺を上げてチーム力を上げるっていう。うん、っていうのが、今年のドラフトの戦略でしたね。でも本当いい選手取ってますね。うん、西投手もそうですし、履正社の井上選手もね、取りましたね。もう外野手はやっぱり取っておかないと、うん、福留糸井がもう年ですし、怪我がちですし、はい、フルシーズンに行けないっていうところと、まあ、右のね、大砲ってなかなか少ないんで、うん、そこは井上選手に期待してますし、はい、この及川投手もまあ左でね、横浜高校の中、ビッグスコーに入ってましたから、はい、ね、高校生の右左をしっかり整えながら、まあ、高校生もね、東海大相模のね、うん、内野手、高校生取って、はい、で、キャッチャーも、うん、まあ、梅野に続く未来に向けても、行っといての、はい、まあ、最後、まあ、残ってたから、取ろうとしてる選手が残ってたから、6位でね、小川投手を取ったっていう、ところで。わ、意図が見えますね。いや、意図が見えますよね。これはこれで分かりやすかったですね。分かりやすい。はい。ほんとチームによって違いますね。はい、だからチームの中の選手たちに、うん、期待があるってことなんですよ。はい、要は、うん。これでいけるって思ってるんですから。うんうんうん、だからそういったところでもね、チームの中にいる人が不安がある場合は、大卒とか社会人多くなるし、うん、チームの中の選手に期待感があるところは高卒多くなったりします、ね。若手が多くなると。はい、おー、わかりやすい。だからタイガースはね、どうなるかっていうところでね、うん、わかりやすい。しかも、高校生のね、西、井上、及川とね、うん、上位で、結果を残してる人たちを取れたっていうのもね、はい、タイガースとしては大きかったですよね。そうですね。だから未来どうなるか、こうこう期待ですよね。はい、ここは。そうですね。はい、すぐ期待しないで、これからっていう感じですね。そうそうそう。3年ぐらいかけて、ぐっと育っていきたいですよね。はい。もう楽しみですね。はい、次、ソフトバンクですか？はい、ソフトバンクです。はい。ソフトバンク僕なんて言ってました？ね、ピッチャー1位だって言ってましたね。1位がピッチャーだって。言ってましたね。言ってましたね。だから僕も1位来るのかと思ったら、奇跡の野手でした、ね。ちょっとまだ分かってなかったですね、ホークスが。ホークスの中が分かってなかった、まだ。そっか。まだ読み取れなかった。はい。
まあ、でもファーストサードもちょっと高齢化してきてるから内野も取りたいって話ですね。そうですね。でもそこ石川君言ったけど、まあ取れなかったね。まあそれは仕方ないですね。はい。まあ、松田選手のね、うん、後に続く選手をやっぱ取りたかったっていうところで石川選手だったと思うんですけど、うん、まあそこがね、まあ取れなくても、まあ外野で佐藤直樹外野手右、まあソフトバンク外野手の右が少ないんで、はい。そこは、まあしっかり取っていきたかったっていうのもありますし、2位のキャッチャー、海野くん、はい、うん、2位でキャッチャーいるかと思いませんでした。下位で取るんだったらわかるんですけど、2位で。しかも大卒ですよね。はあ、しかもこうね、こういいって言われた。海野くん、はあ、そうそうそう、はい、海野くんで、ええ。これ何段やるなと思って、取材してきました。うん、どこに取材してきたんですか？いや、ソフトバンクに行って。すごい聞きたい、はあ、なんでなんで意図をね、はい、やっぱ日刊スポーツなんで僕も、はい。日刊スポーツの人脈をね、はい、フルに使ってですね。はい、なんで取ったのか、聞いてきたんですけど。はい、なんでなんで福岡まで行ってですよ。はい。その中継で行ったんですよね。いや、そうですよ。それはそうですよ。はい。わざわざ取材行ったみたいな言い方する。いやいや、YouTube のために言ってきたんですから、取材。あ、取材はそうですね。はい。はい、ありがとうございます。そしたらですね、はい、高谷選手がもうちょっと体もきつくて、うん、まあ、怪我がちなとこもあるから、はい、まず後継者を育てなきゃいけないと。うんうん、っていったところで、栗原と久喜にもチームは期待してるけども、まだじっくり育てていきたいっていう思いが。うん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 、あるで、まだこう海との差もちょっと激しいと、はい、いうところで、この大卒の海野くんの評価が高いから、その高谷の代わりに行けるようにっていう、高谷がもしいなくなった時に、はい、っていうところのバックアップでキャッチャーが欲しくて、うん、でやっぱ巨人が海野選手を取るっていう情報があったらしくて、はい、この2巡目で取んないと、うん、2巡目でジャイアンツに取られる可能性があるから、はい、もう2巡目に行ったって言ってました。先に取っとこうってことなんですか。そう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 、はい、確かに今甲斐選手がまあドーンって出てますけど、はい、甲斐選手も怪我する可能性がありますし、はい、なんかね、わかんないですもんね。そうですね。そうした時にバックアップがやっぱり必要になってくるっていう、はい、それ聞いて、うん、スッて落ちましたね。ああ、確かに私も納得しました。だからね、やっぱ中には、中に僕らの知れない、うん、そのなんでそこなのかっていうね、うん、なんで2位なのか、3位じゃなきゃダメなのかの、ね、このいろんなこの戦略せめぎ合いがある、はい、それ聞いて、確かに、いりますってなりましたね。はあ、なるほど、はあ。2位で取る意図っていうのが必ずあった。意図は、はい、だから2位じゃなきゃいけないっていうね。はい、これもう次ずらすと、うん、ひょっとしたらジャイアンツが2位で海野選手を取って、うん、で次ウェーバーで3巡目帰ってきた時はもういない可能性もあるんで。そうですね、はあ。だからこれはね、うん、そういう理由かと思ってね。はあ。わからなかったんで聞いてきました。はい、さすがです、佐藤さん。取材力です。取材力ですね、はい。小林選手がですね、サードの守備を練習し始めてるらしいんですよ。もう、はい、はい。外野が守ることが多かったらしいんですけど、はい、サードの守備を練習してる。すなわち、マッチの後を任せるように育て上げれるかどうかが勝負ですよね。だからまあ、石川選手が取れなかったんで、はい、だからここに来て小林選手を取って、うん、サードの練習し始めてるらしいんで、うん、サードでなんとかっていうところで、うん、まあ、外野と内野手のサードをね、うん、取れたっていうのも大きいですし、はい、で、まあ、柳町選手はね、慶応で外野手で、うん、外野手もね、やっぱ高年齢化してきたり、怪我もあったりした時の、はい、やっぱバックアップで欲しいんだろうなっていうね。うん、大学通算100安打を達成したというか、はい、安打製造機ですね。そうですね。で、ピッチャーがね、こう、つもり選手しとってないんで、はい、まあ、ピッチャー数がいるからそこまで困ってないんだろうなと。うん、でもまあ、いいピッチャーが30名残ってて、まあ、サイドスローっていうところで、はい、リリーフだと思うんですけど、他との、ね、差別化を図って、はい、そういう選手を入れときたいっていうね。うん、今、高橋投手とか、海野投手とか、オーバーハンドのね、はい、右が結構多めなんで、うん、そこでサイドスローで、ちょっとじゃあ目先を変えたいっていうところもあって、3位なんでしょうね。うん、だから、ソフトバンクも、まあ、意図がよく、今のチーム事情から考える意図がよく分かったですね。そうですね。分かりやすいですね。しかも、なんといってもんで、まだね、育成7人取ってますから、3軍制引いてますから。はい。一人仙台大のね、うん、大関くんがいますけど、あとは全員ね、はい、高校生で。そうですね、はい。仙台大はね、もうほとんど体育大学みたいなもんなんですよ。そうなんですか？そうです。へぇー。はい。元 DNA にいて楽天に来た。熊原。あ、熊原と来たのも仙台大ですね。おー。うんうん、だからこれはまだここからね、下位千賀のパターンもありますから。育成から上がってくるかもしれないから。ここからね、はい、上がってくるパターンもあるんで、三軍制引いてね。そうですね。はい。ソフトバンクと阪神は、これもメッセージ性結構ありましたし、はいはい、まあ、ソフトバンクに至っては、今のチーム状況とか、チーム事情がよくわかる、うん、メッセージが隠されてましたね。いや、どこの球団もちゃんとメッセージありますね。だそれを読み取っていくと、うん、そんな点数つけれるかって話なんですよ。はい、いいとこ悪いとか。点数ないですね。え、ないですよ。全部意図が通ってるんで、全100点なんじゃないかと思っちゃうんですね、はい。全部いいドラフトで、うん、で唯一、
僕はだからセリーグは DeNA とかね、はい、あのパリーグはロッテとか言いますけど、はい、あとは好みですよね。そうですね、自分の好みで、あ、いいんちゃうかっていう、うん、どこもいいんですけど、はい、あ、これはいいんちゃうかって思うのを言ってるだけで、感性ですね、はい、どのチームもメッセージと今のチーム状況は確実に読み取りますよ、うん、それを見つけていくのがプロでしょう。見つけられるかどうか。